では、本日もやっていきます。スポボピッチたちを終えってことなんでね、ストーリーを進めていきます。あれか。あの中にバビリーが。誰かいっぞ。あいつがバビリーっていうやつか？なんだっけ？いえ、違います。誰か出てくるぞ。ドープラ？なあ。バビリーのやつ。暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか。ダーブラ。え？ダーブラ？どっち？出てようか？そうです。暗黒魔界の王。ということは、あのちっちゃい方が魔導士バビディなんですか？そうです。力は全く非力ですが。恐ろしい魔術を使いますので、決して侮ってはいけません。バビディの一番恐ろしい魔術は、相手の心の中の悪や欲につけ込んで、思いのままに支配をしてしまうところだ。おお。だから、私たちはお前たちのように、心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの？よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。おお。これでもお前たちは御用済みだよ。あ、マジか。ぷいぷい。はい。うわ。うわ、ひどい。さーて、ダーブラ、やっぱし僕の計算通りヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ああ。ずっと昔、僕の親を殺しちゃった海王神と一緒に。うわ、バレてる。海王神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら、奴ら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。なるほど。ん？そうだ、海王神はお掃除しないでね。海王神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。うわ、わかりました、バビディ様。じゃあ、任せたからね。はっ、さて、やるか。おや、うわ、キビト。くそ、え、消された。なっ、うわ、しまった。え、うわ、マジか。触ってはいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。あ、ご飯操作か。経験値ゲット、よし。ん、おお、この3人で行くの、めちゃめちゃ強いじゃん。やったね。お父さん、やつを倒してクリリンさんとピッコロさんを助けなきゃ。当たり前だ。よし、じゃあちょっとだけねステータスをいじります。それじゃあ少し修行してきたんで、これでいけるはず。かなり強いよ。お、なんだここは。やけにさっぱりした部屋だな。気をつけてください。何か罠があるのは間違いありません。あなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい。うん、悪いな、
俺たちはじっくりと待つのは苦手でね。バビディ様がおられるのはこの一番下のフロアだ。な、ぷいぷい。ただし、残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっている。つまり、お前たちはここでおしまいということだ。いや、多分そんなことはねえと思うぞ。誰からやるんだ。ここは公平にじゃんけんでいきましょう。まあいいだろう。みんなでやんないんだ。よし、行くぞ。じゃんけんぽん。あいこでしょ。お、チェ。よし、まずは俺からだ。おお。一人で戦う気なのですか。当然だ。あんなやつ一人で十分だろ。こいつは本格的なバカだぜ。さっきも言ったが、ここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が吸い込み、魔人ブー様の封印された弾に行くようになっているのだ。それを聞いて安心したぜ。さっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろう。そういうことだ。だが残念ながらそんなことは不可能だな。なぜ。おしゃべりはここまでだ。早く済ませちまおうぜ。かかってこい。そうだ、ベジータ様だよ。おっと、宇宙船を壊されちゃたまらないからね。おう。パッパパー。お、あー、何、幻的な。何が起こったの。どこ、ここ。バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分あの戦士にとって有利な場所に。おお。それがどうした。おお、さすがだね。行きます、ベジータさん。さっさと終わらせる。いきなりビッグバンで攻め立てる。よいしょ。いやー、さすがにそんな食らわないかな。やっぱある程度はそこまで弱いわけではないな。あ、いけ。やべえ、ダメージ食らっちゃった。いけ。ははは、スイングラってる。ビッグバンハック。この強さよ。よし。近づいたらギャリック砲。そして遠くなったらビッグバンハック。この戦法でいける気がする。超強い。ギャリック砲。からの、あ、やばい。あ、やばい。さすがにそれは諦めか。この範囲よ。ベジータさん超強いな。あ、やばい。どうやら外れを切る。あ、来て来て。さすがにそんな簡単ではないか。よし。だが、ここはギャリック砲でいける。よいしょ。どうだ。さらにここで、ラストビッグバターク。よし。フィニッシュ。めっちゃ早かった。おー、しかもレベルアップ。これ大きいね。でも少し食らっちまったな。ふん。バビディの野郎、つまらん相手をよこしやがって。お、見ろよ、下行く穴が開いたぞ。エレベーターってやつみてえになってんだ。そんな、これほどまで。ああ、さあ次のエリア。なんだよ、またさっきと同じような部屋じゃねえか。ん？ん？お、ヤコン。なんだかとろそうなやつだな。あ、あれはもしかしてヤコン、魔獣ヤコンでは。勝負を早く終わらせるために、これからお前の大好きな真っ暗闇の世界、暗黒星に連れて行ってあげるからね。暗黒星。たっぷりとエネルギーをいただくんだ。グホ、
グホ泣き声が。グホホホ、ドイツから食ってやろうかな。あ、喋れんだ。お、悟空だ。オラがおめえの相手だ。よし、行きます。ちょっとね、新しい技も覚えたんで、それを試してみたい。これだ。超巨大。超じゃないか。あれ？え？なんか座れた今。気のせい。あれだ。よし。ん？やべ、めっちゃ食らってる。よいしょ。カメハメハ。いった。やるな。一回離れて、もう一発撃ってるのか。よいしょ。ほう。食らうよね。あ、よかった、よかった。普通に食らうわ。え、で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 。うっそ。なんか食らった。よし。いてぇ。接近戦、きついな、こいつ。あ、いてぇ。おー、なんだよ。やるじゃないか、ヤコン。いや、意外に強いぞ、こいつ。ほんとに。おー、危な。おー、かっこいい。ちょっとその技いいな。その技ちょっと羨ましいぞ。よし。さあ、超巨大。よし。元気玉で。やべえな、ちょっとスーパーサイズになっとくか、これ。よし。もう一発撃っとこう。元気玉！さてさてさて。よし。これちょっと早々に決めないとまずい気がしてきた。よっしゃ、行くぜ。いいぞ。あ、いけいけいけ。あ、ダメだ。おー、強っ。なんでやるじゃないか、こいつ。よっしゃ。よし、決まった。よいしょ。もう一発。これで、カメハメハラ。よっしゃ。いいダメージ稼げた。え？やばいやばい。おー、危ねえ。まだ来るか？いや、来て。よし。そしてもう一発ぐらい、行っとくか。よいしょ。よっしゃ。連続元気玉で。やばい、ガード。カメハメハ。ダメか。さすがに。そこまで追い込めなかった。なんか危ねえ気がする。おー、それな、それはでもここだ。よいしょ。あー、でも追撃しなきゃ結構当てるの難しいな、これ。回復してね。マジかよ、回復するのかよ。おー、強っ。しかも吹っ飛ばねえな、こいつ。なるほど、こいつは強いな。危な。やべえな、一旦スーパーサイズになって、いった。これちょっと潜伏とかないとまずいな。やばいやばい。そして吸収タイプは苦手なんだよな。やべえ、20号を思い出す。ドクターゲロを思い出すわ。いけいけいけ。あー、やばいやばいやばい。え、むず。ヤコン、むず。よし。やべえな、この辺で決めとかないと。よし、その連続攻撃はちょっと見切った。よいしょ、よし。あー、いって。ボディープレス。よいしょ。おー、危ない危ない。ひっ。よし、投げていきます。よっしゃ、よし、やっときた。ほう、ここで。よっしゃ、食らった。さすがにこれは食らうだろう。うーわ、うーわー、ガードしちゃいけない、その技。よし、投げていきます。よいしょ。いやー、ダメか。よし、大丈夫だ。いった。やばいな、こいつ結構かかるぞ。結構食べたな。
よし、ほら、よいしょ、いったいったいった、やばい、これは食らうしかないのか。ヤコン強えな、想像以上だぞ。ベジータうまくいったから結構簡単にクリアできると思ったけど、そうでもない。よいしょ、危ねえ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、思い切りなくていきます。これでどうだ、せーの、よいしょ、カメハメハ、決まれ。ダメか、でももうちょい、もうこっからでも殴ってくぜ。よし、オッケー、よーし、これで決まった。フィニッシュ、いや強かったな、ヤコン。よし、経験値結構ゲット、65になりました。強いな、おー強いあまりの強さにびっくりしたわ。この分だと魔人ブーというやつも大したことはなさそうだな。おお、ただものじゃないよ、あいつら。いいです、わかりました。次は私自らが行って差し上げましょう。そしてたちまちのうちに魔人ブーの玉をやつらのエネルギーでいっぱいにしてみせますよ。うわ、ダーブラ、お前がやられたらもうおしまいなんだよ。賞賛はあるんだろうね。賞賛私は魔界の王ダーブラなんですよ。私にパワーで勝るものなど全世界で存在しません。うわー、ダーブラ強そうだな。いや、プイプイ簡単だったけど、ヤコン難しい。よし、報酬ゲット。さて、ダーブラ、うわ、出た。ヤコンを倒し、ここまで来られたのは人間としては大したものだ。奇跡的とすら言える、褒めてやるぞ。おお、だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。戦士たちの大誤算、迫る魔人ブーの復活。うわナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、貴様らは。無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい、貴様らまとめてな。マジか。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと、なめるのもいい加減にしろよ。バビディ様、戦いやすい場所に移動させてください。この人間に私の力を思い知らせてやります。わかったよ。パッパラパー、よし、来た、ダーブラ戦。よし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。多分ね、ご飯くんはやりやすいと思うんだよ。暗黒魔界の王の力を教えてやろう。よし、よっしゃ、スーパーサイヤ人状態でやります。私を舐めたことを後悔させてやる。よいしょ、とりあえず舐めていくか。先手必勝で、よいしょ。さて、あんな、おお、危ない、カメハメハ。よっしゃ、いいダメージ入ってるぞ。よし、ここでこのモード見て、な、何、やっぱ強いな、さすがに強いか。えてうわー、やべ、近距離で食らっちまった、いてちょっと見た方がいいか。よいしょ、大丈夫だな
で、なんてこった。よし。うわ、強っ。あのような者たちと比べられては困るな。うわ、強っ。相手。さすがに違うな。でも、ヤコンよりやりやすい。おぶね。よっしゃ。あそこ。行かないぞ。この私を相手にふざけたことを。おお、ダメ。少ししか食らなかった。さあ。よいしょ。何？よいしょ。危なっ。ほう。よし、打ち勝った。うわ、いて、ボディグロー、こっちだ。よいしょ、こっちだターン。なに？やべ、気がねえ。あぶね、よし。あ、は、なに？まあ、先行。よっしゃ。いや、強かったな。普通に強かった。でもよし、レベルアップ。思ったよりずっと強いじゃねえか。ふん、それにしても勝てない相手じゃない。情けないやつだ。ガキの頃の方が強かったぐらいだぜ。あいつ本当にサボってやがったな。あバレた。イライラさせやがる。ん？